ケルン WDR 交響楽団は、ドイツ連邦共和国、ノルトラインベストファーレン州ケルン市に本拠を置く西部、ドイツ放送所属の放送オーケストラ、旧称のケルン放送交響楽団でも呼ばれる。1947年に、北西ドイツ放送の開局とともに発足。1954年に、北西ドイツ放送が、北ドイツ放送と西部ドイツ放送に分割されたため、 西部ドイツ放送の所属となった。歴代の指揮者は、クリストフ・フォンド・ホナーにズデニー・エクマー,ー・カル、若杉・博ロガリー・ベルティーニ、ハンス・フォンク、セミオン・ビシコフラ。2010年からは、ユッカ・ペッカ・サラステが、主席指揮者を務めている。主なレコーディングは、ケルン・ギュルゼニヒ管弦楽団の指揮者だった、ギュンター・バントとのブルックナーと、シューベルト公共曲全集。 ベルティーニとのマーラー交響曲全集があり、最近では、ビシュコフとのリヒャルトシュトラウス歌劇、ダフネやショスタコービチの交響曲、ルドルフ・バルシャイとのショスタコービチ交響曲全集がある。前述のように、歴代の指揮者の一人として、若杉博が名前を連ねるほか、楽団員に日本人が多いのも特徴で、以前にはコンサートミストレスに四方京子、 主席覚え奏者に宮本文明、主席コントラバス奏者に川原康則が在籍し、現在もコンサートミストレスとして小木原久子が、主席ビオラ奏者として村上淳一郎が在籍している。ありがとうございます。